アーレンベルク家の紋章、アーレンベルク城。現在は、ルーベンカトリック大学のキャンパスの一部アーレンベルク家は、ドイツ・ベルギーの上級貴族の家系。加名は、アイフェル地方のアーレンベルク城祭にちなむ。1280年に段系が絶えたが、加名は、女子相続人を通じて、マルクハク家の冒険に、ついでリーニュ家の冒険に受け継がれた。同は単なる領主から爵となり、 さらに公尺に昇尺してアーレンベルク公国を統治した。18世紀末、公国はフランス革命戦争の戦場となった。1803年の帝国代表者会議主要決議により、新たに創設されたアーレンベルクメッペン公国の統治者となったものの、1810年には公国の主権を創出し、売信化された。アーレンベルク家が、 独立領主としての地位を得たのは1117年から1129年の間と推定され、同家は1166年に初めて資料に登場する。同家はケルン城博の地位を一時的に占めたが、1279年にはその地位をケルン大司教に売却している。アーレンベルク家領には2つの中心部が存在した。一族の本拠であるアーレンベルク城と、 ジーク川流域地方である。同家は、ジーク川沿いのキルブルク、ビッセン及びシェーンシュタイン城を支配下に収めていた。ジーク川流域における領土は、アーレンベルク領主エーバーハルトと、フロイスブルク城と、その付属領の女子相続人である、アライディスフォン・モルスベルクとの結婚によって、さらに拡大したと考えられる。二人の息子ハインリヒ三世は、古セ南部に領地を広げ、 そして、アーレンベルクの加盟を名乗るようになった。その後継者ゲルハルトは北方へ領土を広げ、ビルデンブルク地方を影響下に置いた。しかしアーレンベルク家の男系は1280年に断絶した。アーレンベルク家の女子相続人マティルデは1299年に、マルクハクエンゲルベルト2世と結婚し、夫妻の次男エイバーハルト1世が、マルクハク領から独立した形で、 アーレンベルク博領を相続して、マルク博家の文家によるアーレンベルク家の第二系統、マルクアーレン家が創始された。しかしこの系統も、ロベルト3世を最後として1541年には、断家が途絶えた。ロベルト3世の妹で相続人のマルガレーテは1547年、ジャンドリーニュと結婚した。ジャンドリーニュは、父親から、ブラバンソンダン社を、母親から、 ベルゲンオプゾームの領主の座を相続していた。夫妻の間の子孫は、アーレンベルク家の第三系統として、アーレンベルクリーニュ家を形成した。アーレンベルク伯爵は1549年に、神聖ローマ皇帝カール5世により、帝国伯爵に、1576年には皇帝マクシミリアン2世により、帝国諸皇に劣せられた。1606年、内1607年、 初代アーレンベルク公カールはアンギャントルベックの領主権を買い取り、1612年にはツマンヌとクロイの実家、クロイ家よりアールスコート公爵領を相続した。1644年、皇帝フェルディナント3世はアーレンベルク家の当主を公爵に昇釈させた。1803年2月25日の帝国代表者会議主要決議の際、第六代アーレンベルク公、 ルートビヒ・エンゲルベルトは、フランス革命戦争に巻き込まれて、広告のラインサガン地域を喪失したことに対する保償として、旧ミュンスター市協領のメッペン及び旧ケルン、大市協領のフェストレック・リンクハウゼンの領有を認められた。広告はこれにより、およそ7万6千人の人口を抱える600キロ平方メートルの領土を獲得し、新しくアーレンベルクメッペン広告が成立した。 しかし、同公国は1810年にはフランスに併合された。ウィーン会議に際して、アーレンベルク家は家領を取り戻したものの、その領土は、プロイセン王国とハノーファー王国の主権下に、組み入れられてしまった。アーレンベルク公爵家はその後も、シュタンデスヘルとして、家領の半独立的な地位を保持していたが、こうした領主としての所得権も1875年までには、 すべて奪われた。ケルンジョー・ハク・アーレンベルクの領主及び、白1299年、女子相続人のマティルでは、マルクハクエンゲルベルト2世と結婚し、アーレンベルク家の加盟は、マルクハク家の冒険が相続するアーレンベルク白1547年、女子相続人のマルガレータは、ジャンド・リーニュと結婚し、アーレンベルク家の加盟は、リーニュ家の冒険が相続するアーレンベルク公。 アーレンベルク選1918年以後のアーレンベルク家課長。ありがとうございます。